シンナさんを惑わせた謎の少女が予言した新たなアドラバーストの出現、巷で噂のカジバ強盗の女学生、まさか彼女が。でも不良行為は良くないです。お望みならここから出してあげるよ。ただし金目のものを渡してくれたらね。次回、永遠の消防隊2の章第3話、新たな火種、永遠の炎の奇跡。